綾野浩翔さんですおお特攻区で登場これないですね決まってますね綾 <laughs> 野浩さんといえば発想力抜群のアーティストとしてそうですよね常に世間を驚かし続けていらっしゃる方ですけれども、はい、ドキュメンタルに出演すると決めた時にも何か秘策を思いつかれたりはしたんでしょうかへえ、リアル最年少 の永遠の16歳でございいます <laughs> <laughs> よろしいわもう <laughs> いやもう秘策も何もっていう感じでしたねもう何しろやっぱりあの今まで自分が一切経験したことのない競技に、えー、招かれたっていうそのしかもその極めて特殊なスタイルが、えー、ドキュメンタルなので、はい、やっぱりあのオファーいただいた時良くも悪くもしび、えー、れました 本当にこれは一体とんでもないことになってしまったなという,ふうに思いましてでもあの何だろうまあお笑いも格闘技的な部分あるなと思ってますし音楽も同じく格闘技的な部分があるなと思っていてこれは1つの戦いなんだというふうにえ考えてえでも、みんな板の上に上る人間は勝負師だからえさあこの戦いでどう勝ち抜けばいいのかって真剣に考えていくと、はあ。 これはあの、まあ、僕もあのドキュメンタリーのファンだったので毎シーズン楽しみに見てたんですけどあのちょっといわゆる格闘技っいうのとも違うなっていうかあのどちらかというともう合戦とかに近いっていうか、はい、みんなこれまで出ていたあの芸人さんたちもみんなトップ芸人の皆さんが出ていて普段だったらその午前試合みたいなところだったらもう圧倒的な戦闘能力で勝つ人たちがもう。 あんなすごい人たちがみんな、えー、石で殴り合ったりとか土、うん、口の中に入れたりとかそういう泥仕合みたいになっていく姿を見てこれはもうそういう次元じゃないんだなと思ったら果たして我々みたいなものに何ができるのかってどんどん怖くなってきて、はいえー、これをじゃあもう受けるべきか受けざるべきかと考えた時にやはり僕もあの最後に決め手は、えーまあ、あの松本さんご自身からのご指名だという、えー、お言葉と。はいはい そしてあとはですね、えーまあ、金に目がくらんで、賞金 <laughs> <laughs> <の>、もいいでしょ、ね、金は。ことし、われわれ9月に3年ぶりに、えー、自分たちの主催する、士団万博という、えー、フェスを再開するので、<っ>もう何かと入りようでございまして、<laughs> えー、もうそこだけを理由に、<laughs> えー、あとはもう野となれ、山となれということで<ー>、えーあの、今回参加させていただきましたもう秘策は全て気合と根性でございました。 うーんねいやもうやっぱ翔さんはこう流れを作るものをかなりこう事前に作って持ってきてはりましたよねいやでも本当はあのもうやっぱ僕自身がえバンドマンですから、はい、えメンバー全員合わさって6人でやっと1人分ぐらいなのに、はい、もうあのねパンチもキックもできない、はいえー、寝技もできないっていう状態なんで、まあ、ちょっとした 汚いなんかその反則ものだけ持ってきたんですけど。どうだったんですかね、あれ。いや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 ,いや、はい、またいろんな流れが生まれたりとか。<laughs> はい。ええー、っていうのもありましたから。はい。いや、すごかったですよ。ええー、綾小路さん、どんなね、準備をしてきたのか。はい。いつからの配信、ご期待ください。皆さん、ありがとうございました。い<ー>はい、じゃ、あ続いてのテーマいきましょう。夏に一皮むけたエピソード、はい、ということですね。はい。はい。綾小路さん。 夏に一皮むけたエピソード夏にえっとですね、えー、夏といえばやはり学生時代を思い出すんですけれどもはい、はい、あれは高校2年生だったでしょうか、はい、えとうちの地元千葉に岩井海岸というところがありまして、はい、その岩井海岸の海の上でアルバイトをしていた頃なんですけれども、あのー、当時我々の,その南房総の子どもたちの間ではえっ、ー ピンク色の爪をしているお姉さんはフロム東京という初めて聞きという謎の通説みたいなのがありましてまあ一夏中、ですねそのピンク色の爪をしている女性たちに焼きそばをご馳走してみたりとかいろいろなことで接待を繰り返し続けた結果一皮、まあ、を。<laughs> 抜かせていただいて何の話してんのあれ以来ちょっと連絡も取れてないんですけれども、本当にこの場を借りていろいろな勇気をありがとうございました <laughs> <laughs> 今も元気で頑張っておりますそうなんですね東京の方で、はい はい東京だったあの東京と思いきや、あの市川というふうにおっしゃって東京じゃなかったっていう、あー、なるほど、データ間違ってたんですね、じゃあ、ほぼ、ほぼ市川っていうね、ほぼ東京っていう、そのメガピンクのね、お姉様方も今回のこの配信、っっててくださることを願ます今はきっと皆様ね、お孫さんもいらっしゃると思うんで、そんなじゃないでしょというか、何サイトやったんですか。